皆さんこんにちは、 B レジェンド染田です。本日は B レジェンドヨーヨーヨーナシフーミ、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。B レジェンドはね、数多くのね、フレーバー展開してるんですけれども、お客様からね、こんなフレーバー出してほしいみたいなね、要望をたくさんもらうんですけれども、その中でもね、洋梨風味っていうのがね、やっぱり結構ありましたんで、今回 B レジェンドがね、全力を挙げて開発させていただきました。洋梨風味、一体どんなフレーバーなのか、早速飲んでいきたいと思います。B レジェンドのね、プロテイン購入していただくと、こちらのね、赤い袋に入ったスプーンがね、付属してまいります。こちらにね、パウダーをすり切って入れてあげると 30g 計量できるようになっておりまして、それをね、水に溶いて飲んでいただくと、タンパク質がね 20g 取れる設計になっております。ぜひこちらご活用ください。スプーンがね、いらないよっていう方はね、商品ページの方にね、スプーンなし選択できますんで、スプーンがいらない方はそちらを選択してご購入ください。プロテインを飲む際はね、大体ね、シェーカー 150ml から 300ml にね、入れて飲んでいただければいいと思います。味がね、濃いのがお好みの方は水を少なく、味をね、薄くしたい方は水の量を増やしてあげるといいと思います。その辺はね、ご自身の好みで調整してあげてください。ではちょっと開封していきたいと思います。開封。お、パウダーはね、こんな感じですね。もう普段のね、パウダーの色とそう変わりはないですね。パウダーの香りは弊社の商品にね、スッキリンゴ風味っていうフレーバーがあるんですけど、もうそれにね、近い香りがしております。それではちょっとパウダーをね、早速入れていきたいと思います。よいしょ。で、シェイカーの蓋をね、反対に回して、カチッと言ってからしっかりと閉めてあげます。綺麗にね、溶けましたね。泡立ちもね、もうダマもね、ほとんど見られません。綺麗に溶けております。あ、パウダーの時は、リンゴのね、香りがするように感じたんですけど、水に溶かすと、洋梨の香りですね。ラフランスのような香りがね、しっかりと感じることができます。非常にね、美味しそうですね。いただきます。よーよー、うますぎるよー、洋梨風味。非常にね、さっぱりしてるんですけど、ほのかにね、やっぱりミルキー感はあるんですけど、ラフランスのね、香りをね、しっかり楽しむことができるフレーバーになっております。まあ、実際どんなフレーバーにね、近いのかと言われますと、洋梨風味のね、ヨーグルト、あれのね、感じにね、やっぱり近いんじゃないかなと思います。やっぱりプロテインっていうこともあって、若干ね、ミルキー感がありますんで、洋梨のヨーグルトをね、こうイメージしていただくと想像しやすいんじゃないかなと思います。非常にさっぱりとしててね、飲みやすい仕上がりとなっております。洋梨好きの方なんかはもうたまらないんじゃないでしょうか。こちらのね、洋梨風味の味のね、評価をね、星5段階でやっていきたいと思います。甘みに関しましては星2つとなります。洋梨がね、持つスッキリ感であったり、ほのかな、まあね、甘みっていうのをね、うまく再現できてたと思います。甘さ控えめな感じでね、甘みは星2つとさせていただきます。酸味に関しましても星2つとさせていただきます。洋梨がね、本来持つさっぱり感っていうのをね、見事にね、再現できてたと思います。星2つとさせていただきます。スッキリに関しまして星3つとさせていただきます。洋梨がね、持ってるみずみずしさ、非常にね、感じることができました。飲んだ後ね、しっかりね、すっきりとした感じがね、再現できてたと思いますんで、星3つとさせていただきます。クリーミーに関しまして星2つとさせていただきます。洋梨のね、ヨーグルトのようなね、感じがね、近いのかなって感じました。ほのかにね、クリーミー感も感じることができます。さっぱりとしたね、洋梨というよりかは、洋梨ヨーグルトのようなイメージを持っていただければわかりやすいんじゃないでしょうか。クリーミー星2つとさせていただきます。甘みが2、酸味が2、すっきりが3、クリーミーが2ですね。商品選ぶ際のね、参考にしていただければと思います。洋梨風味の栄養成分表示、1食 29g あたりですね、エネルギーが 112.6kcal、 タンパク質が 20.4g、 脂質が 1.8g、 炭水化物が 4g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C41.5mg、 ビタミン B6 が 1.2mg となります。では、こちらの商品で、ね、コアラ
原さんとのねプロテイン会議っていう動画があるんですけど、こちらのね洋梨風味も最後までね商品化の候補にね入ってたフレーバーとなります。これをねちょっとボスにするのはもったいないっていうこともありましたんで、今回数量限定でね販売させていただきます。小原さんもね悩ませたこちらの洋梨フレーバー、ぜひね気になる方お試しください。数量限定となりましてね早期完売がね予想されますんでね、ぜひお早めにお買い求めください。まあ、こちらのね動画の概要欄の方にね商品ページに飛ぶ URL 貼り付けておきます。ぜひねそちらからお買い求めいただければと思います。それではねまたね次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。